はい、シロックマンです。はい、じゃあですね、今日はドラクエ11をやろうかなと思います。11と10は一応体験版全部ね、一通りプレイしたいなと思ってるんで、最後まで。はい。で、後でね、製品版買って続きや、ね、やり、みたいな感じでやりたいなと思ってるんですけど、はい。これね、10に関しては、5つの種族全部プレイしたいなって気持ちがあるんで、はい。体験版で5つの種族のストーリーも全部楽しむとなれば、相当な時間楽しめるんで、やってみたいなと思ってますね。まだ1つの種族しかやってないんで、はい。残り4つの種族もね、遊びたいなと思ってますけど、だいぶ時間かかると思います。これ、それまで全部やるってなればね。で、これも10時間分ぐらいね、11もプレイできるんでね。はい。ぜひやりたいなと思うんですけど、はい。これもまだ、もう半分、これでやっと半分ぐらいまでいったぐらいかなって感じしますね。今のところね。で、一応、ドラクエ11の攻略本も買ったんで、PS4 のね、攻略本。はい。これがあればね、100人力というかね、次どこ行けばいいんだろうかっていうのを一回一回ネットで調べてたんで、もうドラクエ10の攻略本も買わなきゃいけないですね。10のオフラインの攻略本も買わなきゃいけないなと思ってますけど、どうしてもね、自分の、やっぱね、謎解き能力とかね、ないんで、攻略本見ながらやんないと分からないんで、次何やったらいいかっていうのがね。だから、11と10の攻略本は必要かなと思います。僕はね。で、この間、3DS 版や、ね、だいぶ進んだんで、今度はこの PS4 版で、3DS 版のところまで進められたらいいなと思ってます。個人的には。はい。PS4 版は、はい。PS4 版のね、ストーリーをですね、また 3DS 版と同じくらい進めたいなと今回は思ってますけど。あれですよね。祖父のね、祖父に言われた三角岩っていう、滝の近くの三角岩っていうのを探さなきゃいけないところからですね。あ、入っちゃってるやん、石の村に。これは、あ、ちゃうわ、こっちか。だから方向音痴ですね、相変わらず僕は。3D のゲームやると。はい。いや、でもあれですね。旅立ちの丘。このゲームは、敵がエンカウントじゃないんでね。やっぱ PS3 版のやつで見た感じでは、割と、なんつうのかな、横の方の、どこになかったっけなって気がするんですけど、これ 3DS、3D になるとほんと迷いますよね、めちゃめちゃ。いや、ほんとリアルですね、これ。ちょっともう、あれですね、細かくも見ていくしかないですね。なんかね、ちょっと待ってよ。やっぱな、この感じやから 3D 用意するんやろな。この辺の敵はもう弱いから相手にしなくてもいいんですけど、
わかりにくいなぁ。ここに大ガラスいるのに追いかけてこないんや。こっち行ったらあれやもんな、村に戻るもんね。どうなってんだろうな。なんかね、2D のフィールドで見ればね、ちょっとなんか中の方に入ったところだったんですよ。なんていうのかな、 3D のフィールドで見ると全然わからないですね。これは関係ないと思うんですけど、ここじゃないよな、ここじゃないと思うんですけどね。神の岩、豆知識。アナポガーナやんな、ここな。違うよな。こっちじゃないな。滝っつったらこっちになるよな。こっちとか、こっち入れないよな、入れないよな。この今しょうがないな。とりあえずこれこっち入ってみるか。ここに入るしかないな。こっちに入ってですね、ここも滝やもんな、よく考えたら。このどっかにあるんかな。大ガラスがいる。もしもし、このどっかにあるんかな、三角岩。これか。はい、違うな、これ今ちょっと神が喋っただけやから。ここ一応滝なんですけど、行ったらズッキーニが出てくるから違うよな。こっちじゃないな、こっちじゃない、ないわ。三角岩、これ三角岩っぽいけどな。関係ないかな、関係ないよな。関係あったらなんか出るもんな、表示されるよね。違うよな。いや、わからないな。ちょっと待って、攻略本見た方が早いな、これ。攻略本見ましょう。三角岩がわかんない。3DS 版だったらすぐ見つけられたのにな、三角岩。やっぱ違いますね。ま
これ進みすぎやな。デルカコスタ地方。ここは終わってるもんな。マップ。旅立ちの祠。ちょっと待って、これストーリーの、いやすげえ長いな先が。これモンスター図鑑やんな。ちょっと待ってよ、これシステムとかキャラクター紹介とかやもんな。この辺はかっこいい岩がどこかわかんないんですけどね。これ書いてないよな、三角岩のことが。攻略本に書いてないですね、三角川の場所ね。わかんないな。なんかこれ自体もなんか三角岩な感じするんですけど、違うんかな。違うかな。なんかこの辺怪しいねんけどな、遺跡っぽい感じやから。ジャンプしていけ、いけないんか、この奥とか。いけないかな、いけないか。いけないんかな。いけないっぽいな、わからないな。こっち行ったら石の村行ってまうよな。オートラン終了。あれやんな、多分やっぱ村に戻っちゃうよねこれ多分。あ、ここかもしかして。なんかあんまり知らないとこ出たよ。ここがそうかもしかして。デルカダールへの道。なんかある。清めの水。あ、ここがそうなんかな、もしかして。あ、これや。見つけた。たまたま見つけた。あなたがこの手紙を読めるようになった頃、
私はもうこの世にはいないでしょう。あなたが生まれてすぐ故郷のユグノアの地が魔物に襲われました。私はあなたを逃がすので精一杯でした。いいですか、心ある人に拾われ立派に成長したらユグノアの新興国であるデルカダールの王を頼るのです。あなたは誇り高きユグノアの王子、そして忘れてはならないのが大きな使命を背負った勇者でもあります。勇者とは大いなる闇を打ち払う者のこと。いずれこの言葉が何を意味するのか分かる時が来るでしょう。一緒にいてあげられなくてごめんなさい。無力な母を許して。どうやらお前の母親の手紙のようだな。そっちの手紙はどうだ。親愛なる孫へ、未来から来たお前に出会った後、わしは約束通りお前の道しるべとなるものをここに埋めておいた。母親の手紙はもう読んだかの。あの手紙はお前が流されてきた時一緒に入っていたものじゃ。わしはあの手紙に従いお前をデルカダール王国に向かわせたが、辛い思いをさせたようじゃの。なぜユグノアの地が魔物に襲われ、勇者が悪魔の子と呼ばれているのか、わしには見当もつかんかった。なれば真実は自分の目で確かめるしかない。東にある旅立ちの祠の扉を開ける魔法の石をお前に授けよう。それを使って世界を巡り真実を求めるのじゃ。お前が悪魔の子と呼ばれ追われる勇者となった全ての真実を。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前のじいじで幸せじゃった。魔法の石。旅立ちの祠の扉を開く魔法の石か。まあこれも乗りかかった船だ。俺もお前の旅に付き合ってやるぜ。お前のじいさんが言ってた旅立ちの祠はここから東にあるんだったな。それじゃさっさとそこに行こうぜ。と言いたいところだが、その前に俺の目的も果たさせてくれ。レッドオーブが移されたのはこの道の先にあるデルカダール神殿だ。よろしくな。はいはいはい。こっちは何もないのかな。何もなさそうやな。じゃあ行っちゃうか。先進みましょう。あ、撮影できんのこれ。まあそこまでせんでもいいけど。いやー、ほんと綺麗ですね。雨降ってきた。絵が綺麗だ。このね、3D の感じは慣れないんですけど、この綺麗なね、グラフィックとかはすごくね、癒されるし、すごくいいですよね。新鮮ですね。うわ、ちょっとなんか強そうな、バブルスライムもいるからな。こっちに道沿いに行った方がいいかなって気もするんですけど。で、デルカダール神殿に行って、ボスをね、倒さなきゃいけないんでね。これなんやろな。これがそうか。なんか神殿っぽい感じはあるんですけど。
あ、これや。その前になんか、ここになんかね、家があるから。誰もいないんか。人の家のものをね、別に何にもないんかこれ。まあいいや、とりあえず入りましょうか。はい、ここはもうね、ダンジョンになってるんで、3DS 版は結構すぐにクリアできましたけど、こっちはちょっと手こずりそうやな。方向音痴やから。おいおい、どういうことだこれは。一体誰がこんなことを。入るんやな、多分な。ちょっと待って、こっち、もあるんかな。同じような入り口。ここしかないか。まあ、ここにも死んでるますね。死んでるのか。敵が出てくるんでしょうけどね、シンボルエンカウントなんで、3DS 版みたいにね、エンカウントの感じじゃないですけどね、敵見えてると思うんですけど、うお、ギズモか。ギズモじゃないわ。ガストや。スモークか、これ。スモークっぽいな。あ、こっち行けないのか。スモークやな、あれな。ああ、やっぱ敵いますよね。いたずら。うわ、結構いるな、敵が。うわ、敵いっぱいいるな。はい。作戦替え。これ命令させろはできないのかい？命令させろできないんですね。自分で命令させろにすれば自分でね、道具使ったりできるんですけど、できないんですね。作戦の、あ、これか。あ、あった。これの方がいいや。うん、自分でやった方がいいわ。うん、レベル7やもんな。強いな、敵結構。雑魚でもこの強さか。やばいやばいやばい、ちょっと待って。めっちゃ強いな、おい。神でも。神やばいやん。うわ、強い。銃食らうの？ 4 回食らったら死ぬで、おい。ちょっとこれレベル低い。うわ、やば。やばい。やばい。これ逃げた方がいいな。ちょっと無理ですね、これ。
あ、逃げるできないのか。敵が多すぎる。逃げよう。やられるわこんなもん。あー回り込まれるか。敵多すぎるな。ホイムスライム回復するから立ち悪いな。ホイムスライムが倒した方がいいか。じゃあやば、うわやられた。こんなマジックポイント足らなくなるよすぐ。こんな使ってたらホイミ。うわ。全滅や。いや厳しい。ちょっとこれレベル低すぎたかな。レベル7じゃ無理か。石の村まで戻んの。オートセーブから、オートセーブからのがいいよな、はい、しょうがないな。ちょっとこれレベル的に無理ですね。これちょっと待って、雑魚の一戦目で全滅するぐらいやったらダメやな。9って書いてあるやん。デルカダール神殿レベル、そら無理だわ。ちょっと戻った方がいいな。こっちはねシンボルエンカウントだから敵のね、これ何？敵の攻撃から避けれるから、攻撃っていうか敵からね避けながら行動できるから。 3DS 版はねエンカウント制だったから、全部戦ってましたからね、出てきた敵は。あれ？ちょっと待って。出られへんのかな？あ、ここ、こっちが出口か。こっちが出口や。いや、厳しいなぁ。レベル9って書いてあるから、7やから全然ダメですね。確かに、こっちの PS4 版はそんなにモンスターと戦ってないもんな。雑魚で全滅するぐらいならボス倒すの絶対無理やろうな。
んか奥に、ちょっとこの辺の敵倒しながらレベル上げでもしないとしょうがないな、これ。と装備が弱いですよね。装備が弱い、いまいち。ビッグハット。メソポボルト、ブーメランを買いたいよな。ブーメランあったらだいぶちゃうねんけどな。3DS 版でやったときはブーメランを買ってデルカダール神殿に入ってやってたから、綺麗な枝。なんかこの緑のなんか光がちょっと気になったんですけど、関係ないっぽいな。ちょっと今回は 3DS 版ほどおすすめないかもしれないですね。こっちとか手こずりますね、やっぱり。めっちゃ雨降ってんな。このこいつ戦ってみるのか。こいつうわ強い。ハチは結構ダメージ大きいな。うわ強い、結構すぐなくなるよな。こんちょっと倒した。よっしゃ。ああ間違えた。まあいいや。まだちょっとデルカダール神殿はね、もうちょっと、もうちょっと余裕を持ってレベル10ぐらいまで上げた方がいいかもしれませんね。あ、なんか家がある。小屋がある。広いなあ。あ、軍隊ガニがいるやん。あ、これ何やろ。コットングサ、夢見の花。わ、海の向こうにもなんか光がある。うわすげえな、めっちゃ綺麗やな。不思議な海藻。これ以上進めないんですね、海は。もう誰かいる。
忘れてるやん。おお、旅サンタ珍しい。こんな偏僻な場所に来るってことは、デルカダル神殿を見に来たのかい。それはいい心掛けだな。せっかくこの地に来たってんなら、一度は近くに見ておいて損はねえよ。デルカダル神殿はここ出て、日にちにすればすぐに着くで。気をつけな、あんちゃん。この家は何もないんやったかな。入れるんや。人の家のものをね、すげえな、これ外から、この窓の外から見てモンスターが見えたりしてるとこはリアルですね。これ階段あるけど海には出られないって。軍隊岸に戦ってみましょうか。そんな強くないな。配信か。あ、レベル上がった。あ、間違えた。なんかいい絵にしてしまう。50回以上。こっちは何や。スマネが旅立ちの祠へ向かう前に俺の目的を果たさせてくれ。あ、ここは旅立ちの祠なんや。そうなんや。なんかブーメランがどっかで売ってるとこがあったんやけどな。 3DS 版でやった時ね、ブーメランあればだいぶ違うんですよね。あの、敵全体攻撃できるから、買っときたいですよね、ブーメラン。これあれやな。レッドベリーですね。お、いろいろ手に入れたな。こんな今回は多分ね、 3DS 版ほど進められないな。一応理想としては 3DS 版のところまで進められたらいいなと思ってたんですけど、あ、ここにセーブできるとこあるんや。キャンプでこう休めるってことやね。敵とか思いっきり外にいるけどな。あ、人がいるんや。一応寝てる間に敵を襲ってきたりしないのかなって正直思っちゃうな。ブーメランをね、ちょっと待って、これキャンプのところに、あの、
これ家事をねできるやつがあるから、これでちょっと装備品をね整えてもいいかなって思うんですけど、あれ裏かった。あ、技術が上がったってことか。新しく覚えた装備を作る。成功できた、よかった。ステテコパンツやもんな。そりゃ防御力低いよな、当然。28から34に上がる。で、カミオは何を？ステテコパンツか。そうか、旅人の方が弱いんですね。しょうがないな。はい、一応防御力上がりましたね、主人公だけね。ちょっとね、ブーメラン どうやって勝手に入れたんやったっけな。寝てはるやんか。ブーメランがあればだいぶ違うんですよね。敵全体攻撃できるから欲しいんですよ。あの 3DS 版でやった時ね、ブーメランがあったおかげでね、デルカザール神殿結構スムーズに攻略できたんでね。どっか途中になんか武器屋がいたと思うんですよ。どっかこの辺かどっかね、人がいて、それで買ったような気がするんですよね。どこにいたかな、武器屋商人みたいなのがこのどっかにいてですね、外にいて、いたと思うんですよね。ただまあ迷うよな、これ。これね、毒消しそうや。やっぱね、この感じだからちょっと酔う感じあるな。 3D やからな、あんまりね長い時間やると酔っちゃいますからね。とりあえずブーメラン手に入れることと、レベルをもうちょっと上げるところ、ことですよね。しないと、あの、神殿行くのは無理ですね。勝てないですよ、絶対。雑魚で全滅するぐらいだったら無理ですよ。もう何や、このキャンプは。これ何やったっけ？この中。
なんもないな。キメラの翼。キメラの翼で、町に戻って、なんか、武器、防具買うっていうのが一つの手ですね。キメラの翼。袋か。デルカダール地方、その手。あ、そうか。医師の村とこれしか選べないのか。そういうことか。しょうがないな。今までの、そのデルカダールの神殿の町の、デルカダールのとこのね、町に戻ることはできないんですね。ルーラというかあれで。この辺の敵弱いからな、戦ってもあんまりな、意味ない気がするねんけどな。ナプガーナ密林の中に商人みたいなのがいた気がするけどな。ドッケッソ。この辺の敵は戦っても弱いからな、そんなに。こうやって戦闘を避けるからレベルがなかなか上がらないんでしょうね。でもこの辺だけ弱いからな、あんまり戦ってもレベル上がんないよな。大木槌やもんねこれ。綺麗な絵だ。もうもんじゃ、これこのまま行けば神殿に行ってまうんちゃうのかな。神殿っていうか町の方に。もう向かってるよな。デルカダールの町の方にね。まあ、町の方がでも確かに武器はいっぱいありそうやから、ブーメランは手に入れそうですけどね。来た。4体いる。一発で倒せるぐらいやから、そんな強くないよ。あれ、レッドベリーでしょうね。5体すげえ。でも敵いっぱいでもあれか、敵の人数多いから経験値稼ぎには確かになるか。1やもんな。はい、薬草や、はい、なるほど。もうなんか街の中でねブーメラン売ってたらそれ買った方がいいな。あーそうか、こっから いけないのか。そうか、
ブーメランがナプカーナ行って、ナプカーナに確か証人みたいなのがいたと思うから、そこの人からブーメラン買うしかないかなって気はしますね。ブーメランあった方が絶対いいと思うんでね。あれ、ちょっと待って、綺麗な枝か。この辺にいる敵全部倒せたら時間かかるからな。まあ、ああここに大ガラスもおるんや。まあ遭遇した時だけ戦えばいいと思うんですけど、ここら辺の敵はね。この岩何？これ何この岩？なんもないか。眠ってるんや。可愛らしいな。まあ普通にこうやってね歩いてるだけでも楽しいですけどね。一択ウサギ、大ガラス、こんな近く歩いてても遭遇しないもんね。これでも遭遇しないもんな。いいですね、ほんとよくできてるわ。はい、まずはレベル上げてブーメラン買うことですね。一番大事なのはだいぶ違うんでね。デルタコスタ地方、ここにいなかったっけな、どっかに町人がいたような気がするんですけどね。いなかったっけな。どっかに町人みたいなのいたね気がすんねんけどな。
きりめの水を。だいぶ戻りますけどね、ちょっとブーメラン探しをまずしなきゃいけないんで。ブーメラン探しというか、まあ武器屋をね、ナプガーナの確かあったと思うんですよね。なかったかな、ナプガーナに。こっちですよね、ナプガーナはね。この辺の敵は弱いからね、戦ってもしょうがないな。こっちがナプガーナだったと思うんで。すげえな。なんかやっぱりね、このゲームで 3D モードでやると歩く距離がかなり長いからめっちゃ時間かかるんですけどね、 2D モードだとね、フィールド狭く感じるからすぐに着くんですけどね、これだとだいぶなんか リアルタイムで歩いてるぐらいの感覚でめっちゃ時間かかりますね、こっちだとね。おい、中になかった、証人みたいなのがどっかにいたと思うんですけど、証人が確かブーメランね売ってたと思うんですよね、このどっかに、この辺ナプガーナ密林の中のどっかにいたと思うんですけど、もう最悪町に戻ってでもブーメラン欲しいですね。バブルスライムはなるべく避けたいな、毒持ってるからね。どっかにいなかったかな、さすがに。なんつうのか、この中の人を探すのって難しいよな、かなり。わ、ポイズンキッスがいる。来ちゃった。一発で倒せるけど、よし倒した。サイクロプスとか見えてますよね。だいぶ先なんでしょうね、あれは。多分だいぶ先進まないとね、絶対勝てないよな。あ、これや、見つけた。よかったよかった。でもお金が足りるかどうかっていう問題もあるけど、420か、もうちょっとやな。じゃあ売るか、売ればいいや、いらないやつ。じゃあ買えると思う。道具袋でいらないやつ売っていこうか。そうか、こっち、これこれこれいらないや。はい、50ゴールド結構な金になるやん。じゃあもうちょっとで買えるやん。あ、もう買えるわ。うん、で、布の服もいらない。はいはい、あ、これでよかった、買える、買えるやん、これで。これこれこれ、はい、神よ。はい、よし、これでいきましょう。よかった、たまたま見つけたからよかった。これであともうレベル上げするだけですよ。レベル上げして、さっきのね、あそこを目指して、戦ってみましょうか。これでもう全体攻撃できるんで、めっちゃ楽になりますね、戦闘が。ほら、だいぶ違いますよ。
うわ、余裕や。終わったね。これでもうレベル上げがやりやすくなりますね。バブルスライムは避けた方がいいな。じゃああとはそこにこうやってルール、あ、ちょっと待って、これなんかあるやん、ここなんかあるん、この上。うわ、何これ、銅の鉱石。おお、あ、宝箱あるやん。魔法の小瓶。こんな意外な発見だっただ、はい、じゃあこれでまたデルカダール神殿に向けていきましょう。待って、こっちやな。ちょっと待って、さっき言ったのがこれ、あ、ここに登っていくんか、これ、この次のとこ行くには、ここ登っていくのか、あ、こっちか、こっちなんや、ちょっと待って、あれ、あれ、あ、こっちか、こっちでいいのか、どうなってんだ、こっち、ちゃ、間違えた、道が。デルカダール地方ね。よし、戻った。はい。はい。で、これでさっきのね、デルカダール神殿の方に向かえばいいと。ここまっすぐやな。ちょっと待って。こっちか。こっちや。はい。こっちか。こっち行ったらあれやねんな。ちょっと待って。こっち行ったら、石の村に戻るやんな。こっち石の村戻っちゃうもんな。こっちやな。じゃあ方向音痴やからな、ほんまに。こっちに向かわないかんねんな。うん。
まあ、こっちやな。はい、これでやっとね、もう1時間ぐらいになるな。はい、ここも戻ってきましたね。この場所に。これであのデルカダール神殿の方に、ね、向かって行ってるんで、まあでも今日はデルカダール神殿クリアするまではちょっと厳しいかもしれないですね。ボス倒すとこまで、 3DS 版のとこまで進むのはなかなか厳しいかもしれませんが、もう一回倒した。イノシシみたいなね、帽子かぶった。あ、親帰ってきたな。親帰ってきたからどっちにしてもそこまで行けなかったな。余裕やな、ブーメランがあればだいぶちゃうな。戦闘が有利になるね、だいぶ有利に進められるな。こっち行ったらどこに行くんや。でいいのかな、道は。ここどこに出るんやろ、こっち行ったら。あ、戻っていっちゃうのこれ。あ、戻ってるやん。やっぱり俺あれやな、方向音痴やな。なんか今あったような気がするな。あ、これか。
キャンプ場でセーブするかな。で、やめるかな、今日は、とりあえず。親帰ってきちゃったんでね。キャンプ場この辺にあったよな、どっか。あ、あれか。これや。これセーブしましょう。で、次ね、神殿に向かっていきましょうか。次回ね、レベルもちょっと上げてからね。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録とグッドボタンとニコニコ動画よろしくお願いします。